北朝鮮はこのキム家のためのキム王朝を存続させるための国ということで中国やソ連の考え方との方向を異にしていくということが明らかになるわけですよエクストリームに北朝鮮をざーっと説明していきますよ北朝鮮はですね3人しかトップがいないわけですよ韓国は12人いるんですね臨時を燃めると大きいところで10人ブワッバッねっ 3人だけだから覚えやすいですよねえキム・イルソントップに立ちましたまず何やったかねえ主なところ全部説明していきますからね開放祝典っていうのが先ほどの「私がキム・イルソンです」っていうお披露目一回やったんだってあのキム・イルソンがついに現れるっつってドームに8万人集めたらしいよすごくない ?8 万人集まってあの伝説の キム・イルソンがが将軍が来るんだうもう伝説でしか聞いたことなかった「あるよいるんだよああ」って言って「うわー」っつって「キムイルソン将軍が現れます」って言ーって,ーってもうその解放の祝典ですってバーッて現れたんですって。キム・イルソン将軍というのは35年間もの間だって日程36年って言って日本がその支配していた36年間のことすごいねこう反発を持って。 あののの考えててる、えー、朝鮮の人っての多いわけですよ日本からすればいやいや統治ですからねそれは支配じゃないですよっていう人もいるんだけど「日程36年」っていう言葉が「日本の帝国支配の36年」っつって恨んでる人もいるわけねっその間ずーっと抵抗してて35年もの間抵抗していたキム・イルソン将軍が登場しましたって言ったのその将軍がなんと33歳だった <laughs> それおかしいでしょ <laughs> どう考えてもおかしかしったんですよ私ですって言ったのはねあれみんなが想像してたのは、まあ、言ったらもうさちょっと白髪混じるのさ老将ですよ。ねだから ?30 ぐらいから戦い始めて35年まあ、65かないやでも25ぐらいから戦い始めたら5060かな60あたりじゃないっていう感じで見てたわけですよ。っって言ったらねこう普通に 黒黒と,と現れてですね何なんだって8万人がざわめくわけですざーっとどういうことどういうことほんえっホン偽物そこで誰か一人がねガヤを入れるんですよ「偽物だろ!」っつってそしたらソ連の兵士が見張ってたそのソ連の兵士がパーンって発砲して「文句言うなー!」っつってたんですうわ どえないこと始まってるーってなったのがこの解放祝典そこからキム・イルソンで行くぞーってソ連軍とこのキム・イルソンでやってってもうライバルみたいなやつらをどんどん粛清するのそしてこの伝説がいかにすごいかっていうこの個人崇拝のストーリーをどん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 広めていくわけですよ、ね、文句を言うなう彼は伝説のキム・イルソンだバー言うわけ。 で個人崇拝をガンガン進めてねこの人の言うことが絶対ってなると国ってどうなるか、ね、あの人の意見を全部聞こう、ね、この国はどうしたらいいですかってこうなっておくわけですよ。北朝鮮っていうんですね面白いのが朝鮮半島というのはもともと1つの国だったね1つだったねその中で北はは工業地帯南は農業地地帯帯南農だったのねそうやってバランス取ってた。 ね、日本でも農業強い地域と、まあ、工業に強い地域ってあるわけじゃないですかねそれで北が工業に強かったでも分断されちゃった工業国なんですよだから比較的裕福だろうって思われてたんだって有利だろうとところがまず直面するのが上だよね農業だ作物作らないと飯が食えないぞ、ね、よし農業頑張りましょうってなったで何をやるにしてもキム・イルソン将軍が決めるから キム・ルソンさん農業どうしたらいいんすかうち工業局なんでちょっと農業なんとかなんないっすかって言ったらですねよしじゃあちょっと山いっぱいあるから山切り開いて、えっと、だんだん畑にしてトウモロコシ植えなさいって言うんですね分かりましたって、ね、あの神が言うんだからってねあのもうカリスマが言うんだったら間違いねえわっつってみんなでぐわ反抗したら殺されしっつって <laughs> あーっつって木伐採してトウモロコシばあ植えるんですよ。 ところがだんだん畑でトウモロコシってあんまり育たないんですよ見たことないでしょ日本のだんだん畑でトウモロコシって作らないでしょだんだん畑にはだんだん畑に適した作物があるんですよトウモロコシはトウモロコシに適した育て方があるんですよそこを分かってなかっただって軍人だもん農業の人じゃないから。 でも、ワントップを推し進めすぎたがために全部の意見をキム・ジョソンが決めることになったこれが独裁の怖いところ個人崇拝の怖いところ何もかも叶えるもう,もう神のような存在ってなった時に間違うわけないってなってそれでトウモロコシ植えた結果どうなったか雨がががが降っって、土砂崩れれ起ここたたんですよトウモコシが取れないどころか、か木を伐採したから、水が 全然山にたまらなくて全部砂が流れちゃうイエーストウモロコシイエスっ <laughs>、まあ、腹っぺこの国民とハゲだけが残るという <laughs> 地獄の政策でで一気に貧困直角なんですよ <noise> ここでいきなり「やっべえよー、ね、もうこの国やばいかもしれない」ってなってる中で帰国事業っていうのを行うんですよ。 帰国事業っってていううのは何か言と日本にその頃、ね、ころね統治されてた時にね日本にも朝鮮の人いっぱいいたわけでこういう状態になっちゃった朝鮮戦争とかなったからこう朝鮮に戻れずにねまあ、いる在日朝鮮人の人たちっていっぱいいたわけですよその在日朝鮮人の人たちに北朝鮮に戻っってておいでっていででう事業を始めるんです働きてほしいからね動いてほしいからなんせ大変なんだから。 ねもう農作業とかいっぱいしてほしいわけだからね戻っておいでねその時にすごい話だよこれ触れ込みでね「北朝鮮は地上の楽園です」って言って誘ったんですって <laughs> 平等ですねその社会主義共産主義というのはえみんなが働いてみんなが平等にというまあ、ソ連とか中国とかが今推し進めてる理想の楽園ですから是非お越しくださいね これね、在日朝鮮人の方々っていうのは日本でねいる時も在日朝鮮人だっていう方、うん、っていうだけでですね差別を受けたりっていうのも往々にしてあるわけですよひどい差別とかいろんなことをまあ、されてですね苦しんでたわけだからその言葉を聞いて戻ろうたくさんの人が思ったんだってたくさんの人が「よし祖国に戻ればもっといい暮らしができるかもしれない」なんせしかも新しい国ができたんだってよ 朝鮮民主主義人民共和国市長の楽園らしい行ってみようそういう人が現れたねっだけど中には中には嘘かもしれないよ本当はやばい国かもしれないよ貧しいかもしれないよ分かんないっていうふうな人もいたんだってどうしたと思う家族が4人いてさねっお父さんお母さんねっお姉ちゃん弟がいてさどうする 祖国戻ったたら、今みいいに差別されないで済むかもねでも祖国今どうなってるか分かんないもしかは、危ない状態かもしれないどうする分かったお父さん一人行ってくるよお父さん一人で行ってきて大丈夫そうだったらお前ら呼ぶからな手紙出すから言うわけですよ戻っていくところが一度戻ったら帰れない国の情報は絶対に 外には漏らさせないでもお前一人で来たのかなるわけですね、うん、家族を連れてこいよこうなるわけですよ家族がまだ日本にいるんだろこうなるわけですね手紙を出したらいいじゃないかこうなるわけですよ、うん、そして手紙がお父さんから来るんです北朝鮮は地上の楽園でしたみんなも早く来てください こういうい手紙をお父ささんは書かされたんですこれところがねそのお父さんの中にも頭のいい人がいっぱいいたんだってもしヤバい国だったら手紙もうまくは出せないだろうもし「早く来てくださいよ」を縦書きで書いてたらそれは本当だよでも横書きで書いてたらそれは嘘だから来ちゃダメだから。 そういう約束があったりしたんだってどんな気持ちそれお父さんから手紙が来たよ楽園だってママが見て、見てなさいって言ってバッ行っちゃダメどうしてお父さん楽園だって書いてるよ横書きだからこうなるわけですよとんでもないドラマでしょそんなことあるねこの縦書き横書き書きだけじゃなくていろんな工夫があったらしいよ 最高の楽園です早くく来てください子供が二十歳になったらすぐ来てくださいさあどういう意味なんとその家族は去年子供が生まれたばかりつまり「二十歳になるまでは来るな」って「早く来てください」が嘘なわけですよ「早く来てください二十歳になったら」っていうのお,おかしいじゃんとかね何不自由なく暮らしています 差し出がま,がましいですが何々を送ってください何々を送ってください何々を送ってください何不自由なく暮らしてるのに生活必需品の調味料とか服を送ってくれ下着を送ってくれって書いてあるの何不自由なくないよねそういうふうに検閲になんとか引っかからないように手紙を出して戻ってくるなっていう努力をしてたんだって。 だから最初の方は北朝鮮にバーって戻る在日の方多かったけどそのうち戻らなくなったという状態なわけですよ。ね国民はですねどういう暮らしをしているかというと3階層に分かれている革新階層、同様階層敵対階層革新っていうのはこのキム・イルソンの派閥の言うことをしっかり聞く人たちね そうじゃなさそうな文化人とかは童謡階層揺れ動く階層ねそして敵対階層っていうのはその最初のキム・イズトンの政権を作るる時にちょっと怪しい動きをした人たち首都に住めるのは革新階層だけですそれ以外は少しずつ離れた地方に住まされる。 配給が配られるそうなんですが配給が行き渡るのは首都だけ設備が整っているのも首都だけだから観光客が入っていいのは首都だけ我々こ他の外国の人たちが、えー「北朝鮮に観光に行きたいです」って言ったら「いいですよ」って言うんですけど行くのは平壌だけです平壌しか見せません 平壌だけが暮らしていける状態それ以外は配給が滞る状態ですなぜなら貧困だからということなんですねで池上さんが実際行ったらしいんですよ、ね、で観光行きますとね北朝鮮でいろいろ危ない目に遭ってはいけませんので案内係をさせていただきますという案内係が必ずつくんですねその案内係っていうのがいわゆる監視役なわけですよ、ね、で街を歩いてねこう見るんですけどももう本当にね すごいこう豪華なビルが建ってるようなんですが表から見ると豪華なんだけど裏から見ると「あれこれ建設途中じゃない?」とかかき割りみたいな映画のセットみたいな街になってる案内係が言うわけですよでは一般の市民の生活とかをご覧になりたくありませんかこうなるわけですね一般市民の生活池上さん思う「本当かな?」ってね本当に一般の市民かな と言っても革新階層だから裕福なのかもしれない。そう言って入るわけ。マンションがある二十何階建てだ。二、ね、十何階建ていっぱいですね。エ、ね、レベーターが入ります。シューッと上がって19階にたどり着いた、ねで。ドアをガチャッと開けると、ようこそいらっしゃいました。ね、北朝鮮の平、ね、ョンンの市民が言うわけですよ。ようこそいらっしゃいました。どうぞご覧ください。ね、日本から来たんですかいや。いいですね。なんて言ってですね。バー見てるわけですよ。テレビの取材で池上さんが言ったそうなんですねで。テレビディレクターが失礼な聞き方をしたらしいんですよ。 ここって、水道はちゃんと出るんですか?」って言ったんですってそれを池上さんはビクッとしたんですってその聞き方は失礼じゃないかムッとするんじゃないかってねそしたら案の定その住人がピクッとムッとした顔でこう答えたんですって「当たり前でしょう出ますよ1日に2回」って言ったんですっていい怖い話みたいでしょ 朝と晩の家事をする時間だけ決められててその時間は水道が出るそれ以外は出ないそうなんですねと言って部屋を後にするわけですよディレクターの失礼な質問が計らずともその革新階層ののののマンンション住まいい人たたち生活でもここレベルなんだ、ということうを浮き彫りにしたその上で19階からまた降りなきゃいけないからエビレベーターに乗ろうとするわけですよね。 乗らななきゃいいけですねっって言カン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 パッと見るとまあエレベーターの隣に階段があるわけですよ。ねまもちろんありますよね非常用みたいな感じでねところが上からたくさんの人が降りて普通にカン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 下からもカン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 どうやらそうつまり普段はエレベーターを使ってないってことなんですよ。 観光客に見せる時のためだけにエレベーターを動かすそれ以外のタイミングはエレベーターは止まっているだから日常生活では階段を二十何階のタワーマンションですよどういう暮らし大変な生活ですそういえばエレベーターに乗ったらエレベーターガールみたいなおばさんがいるんですってね普通のマンションでエレベーターガールいないでしょ 観光客が来たから、置いたんですってエレベーターを動かすようにそういう生活が待ってるよ、ということなんですねさぁ、キム・イルソンが、そういう北朝鮮の基盤を作ってしまっているわけなんですねそんな中でえでも、中国とソ連がさバックアップについている国なんだからねもっと豊かになってもいいんじゃないとか今のあり方って、また違うんじゃないどっちかというと、皆さん 中国やソ連とここまで密だっていうイメージがないでしょそこまでなんか北朝鮮ってなんか何するか分からない国孤立した国っていうイメージで中国とかソ連ががっつりバックアップでまさかソ連軍大が作った国だなんて思ってないじゃないなんでかある時中国とソ連のバックアップから離れたんですよそれがこの中ソの反発の時期があったんですねソ連があの レーニンからスターリンになってススタターーリリンンからフフルシチョフになっった時があるんですよスターリンってのはすごいやつですよ。ね。もう独裁者の独裁者。第二次世界大戦のね。もうソ連といえばスターリンですよね。ええ。そのスターリンが失脚した後になったフルシチョフ。そのフルシチョフの時代にですねスターリン批判っていうのが行われたわけですよ。スターリンっていうのは個人崇拝を進めてですねもう国中に銅像を作ってたんですねスターリンだと。 スターリンがすごい奴なんだってやってたんですけれどもいやいや裏ではですねとんでもない虐殺を行っていたぞとかねとんでもない不正を行っていたぞということが明るみに出るでそれを明るみに出すことでソ連は生まれ変わりましょうロシアは生まれ変わりましょうということをやってたのがフルヒチョ長なんですよソ連ですねその頃ねソ連は生まれ変わりましょうフルヒチョ長でもそれに起こったのが中国なんで中国は毛沢東なんですよ 毛沢東というのはすごい男なんだとんでもないでかい肖像画見るでしょ、ね、でかい肖像画とでかい銅像というのは絶対に個人崇拝なんですねこれを作ってる時に個人崇拝をやめましょうっていうのはどういうことなんだと私に対する当てつけですかね、その毛沢東側としてはちょっとピリつくわけです そんな中、ソ連が驚きの行動に出る。ねソ連は核兵器を持ってるアメリカも核兵器を持ってる中国核兵器作ってるこれまだ少ないそんな時期だったんですってそんな時にソ連がアメリカに「ちょっと一緒に組んで中国し潰しません?」っていう話するんだって。<music> っていうのもソ連は自由主義経済のアメリカと経済的には連携して豊かになろう。 社会的には社会主義だけど経済的には連携しようってちょっと思ってたのねでもそれは中国的には許せなかった共産主義社会主義っていうのは全地球全部がそうなって初めて効果発するんだそういうものを目指さなきゃダメだ対立してたそんな中で今だったら倒せるんじゃないですかアメリカ3敵のアメリカにこうパッと情報を言ったんですねそしたらそれはアメリカが利用したんですよなんかソ連がアメリカに 一緒に中国を潰しませんかって言ってきたらしいっていうのを新聞とかにリークするんですよそれで中国が「うわソ連やばっ!」ってなるわけですねこいつマジかおい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 ちょっと,ともうその資本主義社会主義でもうこっち側のツートップお前お,お前さってなるわけですよその中祖反発で北朝鮮にプレッシャーがかかるんですっておい北朝鮮 もう、俺と動いよ俺と組むよなもうソ連とかでもう言うこと聞くのやめとけよこうなるわけですねソ連は言うんですよ中国はもうさいいじゃんねうちが最初さこれねコントロールしてるわけだからうちとの仲いい国だよねこうなるわけ 2>, 2つとずーっとプレッシャーが来たさあどうするキム・イルソンが言いましたどちらとも組みませんとそれが主体思想ってやつなんですよ どういうい主体かね政治経済軍事そして思想その4つで全部主体は国民です人間が、自分の意でで考えるんですあ。中国にもソ連にも影響されない我々独自の考え方でやらせていただきますということを発表したんですよただこの主体思想響きはいいんですよね 国の政治的な影響に及ぼされずに個人がそれぞれを考えましょうこれいいんですよただその大前提としてただ間違いがあってはいけませんので全知全能のキム・イルソン将軍がその考え方を指導しますという考え方なんですよ <laughs> 非常にですねだからもうここからですね北朝鮮はこのキム家のためのキム王朝を存続させるための国ということで 中国やソ連の考え方との方向をことにしていくということが明らかになるわけですよ。さあそんな中キム・ジョンイル引き継がれるんですよ。ああキム・ジョンイルになったんだみんなもうさ頭に入ってるから当たり前みたいに考えてるけどおかしいことなんだよ。ここからここに行くのって特別なことなんだよ。なんでだって中国とかロシアソ連って世襲制じゃないでしょ。なんでこうなった こここなんですよこれもキム・イルソンンはスターリン見てたんですよあれほどの独裁者が次の代に変わったらボコボコに引きずり下ろされて批判されて銅像がもうなぎ倒されていくんですよこれは嫌だこんなにこんなに個人崇拝やったのに次の代に渡した途端キム・イルソンはひどいやつだった全部嘘だったなんて言われたら嫌だー よし子供しか信じないこうなったわけですよ非常にここの影響が強いそれで自分の子供に世襲させるそれも部下にですね言わせるんですね次の代表は誰がいいかな私の後継者は誰がいいかなと言ってね、うん、そしたら部下が「やはり意志を告げるのは息子さんしかいないのでは」と言ってね「ですか?」みたいなね「<laughs> ですかね」なんて言ってですねやるわけですね それで引き継ぐそれが引き継いだのがキム・ジョンイルですねキム・ジョンイルがですねやったことっていうのがテーマが「戦軍政治」これはもう全部を軍隊に優先するという政治ですこの土壌ですよねっ貧困があってその上で個人崇拝はあってこういう状況中層からは主体しそうだこれを受け継いだキム・ジョンイルはこの上でどうしたらいいかなこうなったらもうこれ軍に集中させるしかないと。 なんでかというとこれは中国を見てたんですね毛沢東とかを見ていて自分たちの軍が強ければ国民からの反乱があっても制圧できる外から攻められても守れるそれでここからははですす。ね、事件が乱発します、はい。チョンワデ襲撃未遂事件チョンワデっていうのは実はですねあの、まあ、ホワイトハウスみたいなもんですよ韓国の韓国の、その大統領官邸を襲撃未遂行われるんですね ここの話もすごいですよ。ねエクストリームで行くと言いながらここ分厚いでしょ <laughs> ごめんなさいねほんとにねもううま襲撃未遂事件はすごいんですよその北朝鮮軍がですね韓国軍の制服を着て潜入するんですよ <laughs> 韓国のクーデターに見せかけよう韓国の大統領の大統領を韓国軍が襲撃して襲ったってそういう作戦だ行け 北朝鮮の軍がはいっつって韓国軍の制服を、ね、作ってきて行くわけです。ソウルに行くんですよただこれがね、とんでもない結果になるんだよねわーってソウルにね、韓国軍の格好した北朝鮮軍が行くわけですよザーッ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 ザーって襲撃だ大統領、狙う大統領の命だというわけですねそこであるものをその軍は見ちゃうんです何を見たソウルの夜景を見た ソウルの夜景これがどういう意味か分かりますか北朝鮮では韓国のことをこう教えているアメリカに支配され貧しい生活を送っている国であるとそうなんです北朝鮮よりもはるかに貧しい暮らしをしているそうじゃない北朝鮮は豊かな国そうしてくれたのはキム・成ソン将軍だそういうストーリー ところが、「行ってこい!」っ,て言ったらもうビッカビカのやけがあるんですよなんだこれむちゃくちゃ栄えてんじゃねえかここで俺たちが聞いてたことは全部嘘だったんだってことが分かるわけでショック受けたんですってその舞台が嘘だろうそれでそこのね韓国の人に「 あれは「ソウルですかソウルはどこですか?」聞いちゃったんだってそしたら韓国の人が韓国軍の人が「ソウルはどこですか?」って聞いてくるのよあっこれ絶対に怪しいって言って即通報されたんだってで超までに行ったら警察隊が待つなんだって「<laughs> <laughs> お前ら何者だこのやろ。っうっソウルはどこですか?」って聞いてたらしいな「お前どこのやつだ絶対北朝鮮だろ」っつって。 ふざけんじゃないっつって <laughs> そこで大銃撃戦になってほとんどが処刑されるんですがそこで残った人間が自供したことでこの襲撃事件が明らかになるだけど北朝鮮はいや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 知りませんと「いや軍の,か軍のクーデターじゃないですか」白を切ったという事件らしいです。 もう一つあったラングーン事件まだまだこの時代狙いますよラングーン事件っていうのは、ね、このチョンワデ事件の時の大統領はパク・チョンヒだったんだけどラングーン事件の時はもうチョン・ドゥファンチョン・ドゥファンがミャンマーに行くっていうねことを聞きつけてミャンマーのアウン・サンビョーというですね、ところでおもてなしを受けると、ね、ミャンマーのアウン・サンビョーでおもてなしを受けるっていうのを聞きつけてです、ね、あらかじめアウン・サンビョーに爆弾を仕掛けておいたんです。この ね北朝鮮軍がね爆弾仕掛けておいてよしでこれあのー、チョン・ドゥファン大統領来たら爆破だからねっつってであの歓迎マーチ隊が待ってたんですって歓迎マーチ隊で歓迎マーチ隊が待っててで来たら歓迎マーチがバーンみたいなね楽団がワーンやって「歓迎です!」ってやるからもうそれがなったらもうドカンだからっつって分 <laughs> かったなっつってところが このチョン・ドゥファンが遅刻するんですよ遅れてくるので、あまりにも遅れてくるから楽団がもう一回リハしようって言うんですよそれでファーンリハが始まるわけですよで、時間はもう予定通りリハリ、時間はもう過ぎてるもう完全に楽団が本気の演奏を始めてるはい、爆破ですってボーン爆発だわけチョン・ドゥファンはいない たたただただ爆破したのでそこで被害出てミャンマーが「おいこれ!」っつって「誰じゃこれ!」なって国交断絶北朝鮮とその時後に復帰するんですけどその時国交断絶こんな事件もあったあと大韓航空爆破事件もうここら辺もうすごいでしょね <laughs> 大韓航空爆破事件ここはねその大韓航空がねっ えっとバい、バグダッドだったかなバグダッドからん、えー、ソウルに飛ぶ大韓航空のその飛行機が途中で、あのー、テロにあって爆破されたんですよ飛行機が上空でドーンってで怪しいってなったのは途中経由地で1回降りてもう1回飛んで爆破されてるつまりテロリストは爆弾を乗せて降りて いる奴らだっつっつて。降りたやつら調べろーって言った中に怪しい日本のパスポートを持ってたやつが2人いたんだってお親子役で男と女が乗ってた捕まえろっつってその、この日本のパスポートは偽造だったんだ、ね、北朝鮮からの工作員爆弾を乗せて途中の経由地で降りてたバレて捕まった。 男の方は歯の中に仕込んでた生酸カリのカプセルを取り出して噛んでその場で自殺必ずミッションに失敗したら必ず自殺しろとおさ襲われてるから必ず自殺しろよってね教わってる特殊工作員ねで女の方も自殺しようとして歯,歯からカプセルを出すところがそこを自殺させるとたまるかっつってぐわーっと取り押さえて捕まえる捕まった女性工作員 何も喋らない。特殊工作員絶対に喋らない、ね、訓練を受けてるからそこである作戦を韓国が取る何をしたと思う何をしたら自供すると思うここだもう答えは出てるソウルの夜景を見せたんですよじゃあこれをご覧くださいシャッこれがソウルですは私は嘘をつかれていた 全部嘘だった北朝鮮は貧しい国でソウルは豊かな国だ韓国は豊かな国だった全部分かっちゃうわけそれで自供するどうして日本人のふりをしたんですか私は特殊工作員として日本語を習っていました誰に習っていたんですかとても流暢ですが誰に習っていたんですか日本人です こうなるわけ。ここで拉致問題が発覚するの。日本人を拉致してるんじゃないかって噂はあったんだけど確証は取れなかったところが日本人を拉致して日本語の教育役としてスパイを育成させていることがここで発覚したすごいよねすごい歴史だよねそんな中さらに権力は継承されていく金正恩になってねっ先軍政治からさらに 核開発と ICBM に焦点を絞りアメリカ挑発外交を始めたのがこのキム・ジョンウルだよねさあこのたった3台で北朝鮮の方向性ってのがっちり決まっちゃったわけですようちは独裁国家にします個人崇拝の国家にします王朝にしますねその上でじゃあ武力でいきますねテロも自しませんこれがキム・ジョンウン政権 その上で金正恩ョン政権になった時に核開発でアメリカを挑発してなんとかこの国を守ろうと思います外交でなんとかやりくりしますそういうふうにやってきたわけですよ。ねこの北朝鮮という国はもうこの特徴でいうと王朝的な世襲性これをもう完全に是としてる国なんですね特徴としてそしてもう一つの特徴が中層の反発以降の孤立と農業の失敗による貧困 これによってこの2つの条件からどうしても核頼りの外交しか国家の歩む道が取れなくなっちゃってるっていう国なんですよ。スタート地点はこの反日の核、えー、の伝説から始まりこの王朝を作ってしまったが孤立と貧困を迎えたのでこういう状況になっているだいぶ背景が見えてきたと思います。ここの頼りののり外外交交も、いいからねこの外交はすごいんですよ とんでもないわやってるんです。これをねぜひ理解していただきたいえー、1985年ですね核拡散防止条約っていうところに加盟します実はねこの核拡散防止条約っていうのも本当は議論があるところなんですよ名前聞けばいいじゃない名前を聞けばね核を拡散するのを防止する条約だよなんか正義の条約っぽいじゃないですかでもそうじゃないよだって 核をなくそう条約じゃないんだから拡散を防ごう条約だよつまり、もう持ってる国は持ってていいけど今から持とうとしちゃダメよそれは正義かなそういうふうに議論が巻き起こるでしょ アメリカとかソ連とか中国とか戦勝国で豊かな国は持ってるよ持ってる国は持ってていいけどこれから持とうとする国は持っちゃいけないつまり永久に支配の構造を変えないためだけの不平等条約じゃないですかっていうふうに貧しい国からは意見があるわけですよ。でも納得はしないけど参加せざるを得ない参加するね入るわけです。ね でも入ったら平和的核利用はあり原発だあり核拡散防止条約加盟に北朝鮮は1985年に入ります何がしたかったか本当は核が欲しいだからソ連に相談しましたそしてソ連から原子炉を導入するんですよこれは平和利用のためですからねえ ところが、ですね、このソ連型の原子炉というのはプルトニウムが抽出しやすいつまり核ミサイル核爆弾を作りやすいタイプの原子炉なんです日本や韓国が使っているタイプとは違うんですねまあ、それがチェルノブイリの事故を生むんですからそしてこの核拡散防止条約にかい入ったらですね IAEA、e、の視察を受けないといけないんです査察を受けるんですね調査団があるんですね 作作っっててなないいでですすよよね。ね。核兵器作ってないですよ、ね、原発あの渡しましたけど核兵器作ってないですねってこうやって視察に行くところがあるんですねはいで、それをですね「視察させてください」っつったらね、えー、序盤嫌がります「嫌です」って「嫌 <laughs> です」ってどういうことですか?」<laughs> あのね「入ってるってことは拡散しないよ武器作んないよ」って言うから入ったんですよねだから原子炉を渡し,してオッケーだよって言ったんですよねで視察させてくださいって言いました「嫌です」「嫌です」ってどういうことですか <laughs> おかしいですよねじゃあ作ってるってことですか 作っじゃあ自殺させてください、嫌です、そんなことが続いて、もういいから視殺させろって言ってね、ね自殺、査察,察,察、ようやくできたんですね、そしたら、ね、嫌ですって言ってる間に隠蔽してたわけですよプ、プルトニウム抽出してんの、なんとかばれない方がねえかって、だからあの、i a e が来てるときだけでいいからよ、あの、分かんないのにできるだろうってね、うん、分かりましたって、これで分ぶ分かんないと思いますって、ね、IAEA、e、が来たんですね。あー 作ってませんか大丈夫ですかとか言ってねて。その北朝鮮側は、大丈夫だろうな。大丈夫です。バレないと思います。あ、作ってますね、これ。なんて、すぐバレたんです。<laughs> 完全にすぐバレた。IAEA <laughs> の調査がすごかったらしいですよ。うん、これ、作ってますね、これあ。完全にこれ、隠蔽もしちゃってますもん、これ。これ、も典型的な隠蔽のやつですわ、っつって査察報告が出るんですね。ええ <laughs> これ核作ってますというです、ね、ことが言われた1年後にですねじゃあもう、じゃあもうって言ってですね、北朝鮮は、えー、じゃあもうこの拡散条約あの脱退しちゃいたいと思いますっていうことを言うわけですよ。はあみたいな <laughs> みんなが「え何脱退すればいいってそういうこと?」みたいな言ってですね、いいっすもう,もうじゃあ脱退します作ってました作ってました作ってましたけどで何すかみんな持ってんじゃん。 いや、いいじゃん、別にじゃ出ます、もうこんな団体やってらんないとか言って言うわけでで、すねで。その翌年、ね、どうしようかなと一回、その時、クリントンがですね、アメリカのこれはもう,もうお仕置きやるしかねえだろっつってもうこれ、北朝鮮のその核の開発施設だけ爆撃してやるんじゃないかつって一回、作戦立てたらしいんですよ。ね 核の,あの工場だけ爆破するところできないって言ってちょっと試算してその何被害とかいろいろ向こうのやり返しとかいろいろ試算してって言ったらですねそうですねっつって軍の専門家ですねそのアメリカのねトップが試算したんですよねこっちから爆弾こうやって攻めますねで潰しますそしたら向こうはですねまあこの瞬間にこういうふうにえあのやってきますんでソウルが攻められますねあので,で国連軍はそこに置いてますんでソウルのね あの、市内にね。で、そこまが攻められます。で、そうなると、えー、何万人死にます。はい。で、韓国の方も何万人死んで、アメリカ兵も何万人死にます。はい。そういう感じです。って言ってね。クリントンが、「多いねって言ったわけですよ。<laughs> えっえ,えこれ、多いねえだえっダメその、北朝鮮のそこだけ爆撃、これダメなしのやついやこれ多い と、見るなら、これ無しですね。えこれ絶対怒られるやつだもん。<laughs> これ無し、これっつって手出せなかったんですよでどうしよっかなーってなってた時にカーターというですね、あの元大統領これ現大統領ちょっと待ってて下さいっつって私元大統領のカーターですと私が話つけてきますからで、カーター元大統領が北朝鮮行くんですよこの時またキム・イルソンなんですよこの時キム・イルソンと行くんですね 言って、お話し合いしませんかつって、ね、何ですかつっていろいろお気持ち分かりますけどね各やっぱちょっとねあのー、IAEA、e、的にちょっと厳しいですよそのプルトニウムねガンガン抽出されたらちょっとやばいんでこれやめますこれやめましょうよっつってねそうですかっつって君るそんなじゃあこれやめるとしてこれやめたらで電力作れないですようち。 まず原発ないとどうしますっ分かりましたで変わったわけですねじゃあそのプルトニウム型の何すかそのー原子炉をせめてやめてもらえませんかとその、抽出しやすいあの日本とか韓国が作ってるあ抽出しにくいやつ日本とか韓国が使ってるやつあれを導入するっていうのはどうですかつ導入するにしてもうちお金ないですからねまあそれ援助しますからじゃあいいっすよ わかりました。でもそれ作ってる間電力ないんで火力発電とかかどうですか重油がないからなぁじゃあ重油もちょっとプレゼントしますから <laughs> オッケーですっていう話になったらしいんですよ。ということでこのプルトニウム型から新型の抽出しにくい原発を導入させてあげた上で その間のつなぎの火力発電の重油までプレゼントするという状況でなんとか眺めたらしいんですね。もうプルトニウムで作んなよって。もう作りませんこう言ってね。わかった。よし、わかった。オッケーもう作んないね。オッケー、もう作んない。ケ、OK、ーこれ、その約束と、えー、これ、引き換えね。カーー帰りまーす。はい、話しつきました。クリントンさん。はい、オッケーでした。まあ、そういうことやって、なんとかやったんですよ。ね。もう作んないもんねー、なんつって。 したらですね、これ恐ろしいのが核爆弾っていうのはねプルトニウム型とウラン型っていうのがあるんですよ長崎がプルトニウム型で広島がウラン型なんですよでプルトニウム型を作るやり方をしなくてもですねウラン型は作れるそしてなんとその8年後ですねウラン型の開発が発覚するんですよいや作ってますやんと「いや、プルトニウムは作ってませんよいやプルトニウムは」じゃなくて ユーラン濃縮型作ってますやんこうなるわけですねそしたら、2003年翌年脱退します、っていうわけですよ <laughs> はあ。お前、こんだけいろいろやってやっていやいや、また作って、ほんで脱退で、正式脱退したのが2003年ねえ1992年には、あの、このアエササツスタ ちょっと前にはですね、朝鮮半島の非核化宣言とか言ってですね、えー、韓国とも条約を結んでたけどそれも全部なしにしてる北朝鮮はですね、だったらこうしてくださいよえっ、ー、じゃあこれくださいよっていうのをやりながらですねギリギリのところで自分たちが脅かされないことをずーっとやってるんですよだから今の作戦があるでしょ今だってアメリカに届くミサイルできたかも だから襲わないでください危ないですよ、うちを襲うとねその上で韓国とも仲良くできそうかもいろいろやるわけですよ核を捨てたいかもとかや,るですよやりながらぎりぎり経済制裁やめてとかね韓国おいでとかいやでもちょっとそれ来すぎとかいろいろやってなんとかしたい。それは全てこの キム王朝を守るためのただ一つのカードこの武力と核というカードでキム王朝を守っているという国でございますそれが北ですさあ皆さん南行きましょうか <laughs> <laughs>